cover this. Saki, Uncle Manga, Uncle Kuritanude, Zimbabu チョコパンマンは真面目なふりして六本木のバーで女の子をナンパしまくってます。僕もアテンド頼まれたことあります。で、次はカレーパンマン。カレーパンマンは六本木にあるパン工場で白い粉を売ってます。白い粉っていうのはもちろん小麦粉です。しかも定価の2倍で売ってます。あいつのことどう知ってんの？ そして次はメイケンチーズ。あいつは実は狂犬病を持っている可能性があります。ジャムおじさん、ちゃんと精査せいや。そして最後にバタコさん。バタコさんにはほんま美味しかないです。だって100円貸してくれたから。いいや。ほんまに大きに。他にもバタコさんには逸話たくさんあります。 あと元アイドルのドキンちゃんって子がいるんですけど、これはまた次の YouTube で話していきたいと思います。あいつのことよく知ってんねん。よろしゅう、ほなの。カバオです。これからも暴露していくので、チャンネル登録よろしくお願いします。アンパンマン、お金貸して。